はい、今日もね、ゲームボディワークさん来てます。皆さん、今日はこの車は…まあ、撮ってるのね。はい、はい、なんていう車か、これは1940年のマーキュリー。はい、軽カスタム、軽カスタム、これ、分かりにくい言葉だけど、はい、まあ、頭文字、軽のカスタムの代表的な車ね。代表的な車。40年のマーキュリーが軽カスタムではかなりスタンダードな。あー、まあこの前撮った後ろの50のマーキュリーのが、はい、まあ一般的だけど、はい、まあこれも並ぶところにある、ね。あ、はい、うん、40年マーキュリー、はい、うん、40年で現在チョップトップされてます。これもアメリカでチョップトップされてるスタイルですね、はい。で、今何をやってるかっていうと、この、窓サッシ、うん、窓サッシ、ドアのサッシを製造してます。はい、ドアのサッシ、この丸い感じ取ったね。これはどんなものかっていうと、ハードトップがない時代の車を、ハードトップ的に見せようと、はい、通称マトランガスタイル、はい、マトランガスタイルより皆さんに分かりにくいわけなんですけど、はい、多分1906、はっきりした知識がないんですけど、1960年代に、カリフォルニアのニック・マトランガっていうビルダーが、製造したのが初めて、はい、1950年代の初頭からハードトップで、これは40年かな、ハードトップは存在してない、はい、で当時のこのやつね、写真これが、ニック・マトランガが作った、マーキュリーなんだけど、はい、これが多分非常にみんなに好評だった、はい、で以後こういうスタイルを作るとマトランガスタイルのサッシ、はい、っていうふうに言われて、でそのマトランガスタイルを作ってるわけ。で今各シングルドアサッシなんだけど、こいつができることによって、クォーターウィンドウが、特徴的な形になる、はい、ここにこれ宇田さんが思うそのハードトップルックのかっこよさみたいなの、宇田さんの試験でいいんですけど、どういうところがこう受けたっていうか、当時かもしれないですけど、どうだろうな。特にこのマトランガスタイルはあの40マーキュリーにすごい採用されるんだけど、はい、40マーキュリーの、ハードトップが奇跡的にかっこよかったんじゃないかと。ああ、まあホティマーキュリーに似合ったっていう。あ、似合っただろうね。有名な車なんかでヒフティマーキュリーもあるけど、やっぱりこのスタイルはホティマーキュリーが一番かっこいいと俺は思います。うん、で、今まあ開けるとこんなで。2ミリぐらいの鉄板から、サッシの箱構成して作ってるところかな。少々厚めの。ああ、だってなんか1ミリだとペラペラじゃん。そうですね、うん、ペラペラで、あとこれ、クロームで仕上げられるので、はい、ある程度削れるキャパシティが欲しいかな。
はい、うん、で難しいのはやっぱりサッシがもともとこれ、全部作りだもんで、ガラスが上がってきた時の元のレールとこいつが一致するっていうかね、位置が一致しないとならないので、はい、そこが結構難しいかな。ガラスとのクリアランスっていうことですよね、うん、ちなみに日本ではこのスタイルは過去1台しか製造されてません。マトランガスタイルの窓枠はもうそうですということですよね、はい、これからこれができると、まあ、これのクローム化、それから、はい、ガラスもこれ専用に作らないといけないので、ガラス型を作ってこれ自体、窓枠自体をメッキするってことでいいんですか？窓枠自体はメッキ、取り外せるように、うん、取り外せるように作んない、はい、こうやってチュチュチュって溶接しちゃうと簡単に成立しちゃうんだけど、はい、一回これが全枠としてこれもレールごとなんだけどズボって抜けて、メッキ屋さんでメッキかけてで、クローム後をまた取り付けっていう前提あとはどうかな、ガラスが入るのでこういうサッシもこれ内部にこれランチャンネルガラス受け、はい、こいつがジャストで入ってだいたいジャスト、その横幅はそのランチャンネルに合わせてっていうことで製作されてる、まあこれに合わせて製造してるからジャストに決まってるけど、はい、うん、でなおかつここにガラスが進行していかないとならない、はい、うん、その部分が非常に難しい、デザイン的にも難しいけど、うん、全体的に技術的には難しいでしょ、可動部でっていうのは難しい気がしますね、うん、やっぱり、うん、作るにあたって、はい、一回これ木型か、はい、木型化してそれを鉄板に移す、はい、鉄に移して、またこれからガラスも作るんだけど、ガラスも木型を移してそれからガラスを切断する、まあ、そのデザインの確認と、まあ、稼働確認というか、まあ、ドアも開け閉めがありますよ、うん、ね、ということですね。ガラスも一度やベニダ作っては、はめてみて動かすんですかね。そうだね、そういうことですよ、うん、はい、そういう、そういう難しさ、あとは、うん、もともとドア受けもないので、まあ、今クリアランスだいたい3ミリ前後に合わせてあるんだけど、対ドアのクリアランスね、はい、そこにジャスト収まるようなゴムとそれからドア受け、ドアが閉まった時にシール、まあこのシステムで完全なシールができるかっていうとそれはおそらくできないんだけど、はい、まあ一応ドアの当たり目も作っていかないといけない、まあその雨対策、ウェザーストリップみたいなのの選択っていうのもやっぱりその知識がないとかなり難しいかなと、材料を知ってるというか、本当はね、本当はね、どういうことですか本当は、支給されてますか、支給されてませんよ、じゃあその、まあ、宇田さんぐらいになればその あのゴム使おうとか、いや、ホームセンターって、いやいやいや、そうですか。ランチャンネル、ホームセンターで売ってます？ランチャンネルは売ってない。ゴムは、はいはい、うん。まあ今、割とホームセンターもいろんな。うん、はい、あ、その純正部品だったりっていうよりは、汎用性の高いホームセンターのゴムとかを使っていく。純正部品ね、ジャストのやつ見つけるのは、
そうですね、今の純正部品って割ともう車に合わせてっていう部品がすごい多くなっちゃったの、うん、だと思うので、まあ特に何ミリのクリアランスとか言った時に、車両用を持ってきても多分ほぼ無理だですね。そんな感じで今作業を進めています。はい、ただできるのは結構時間かかるんじゃないかな。僕の作業じゃなくて、これ、ガラス屋さんとメッキ屋さんとの総合になるので、はい、はい、あ、今日そんな感じでいい、今日ちょっと短い、いい、大丈夫です。一回じゃあ引きで車の、まああとじゃあ最後にもう一回車のその40マーキュリーがその軽カスタムで人気だったことに対する宇田考察みたいなの、はい、なぜ40マーキュリーが軽カスタムでそのまあもちろんそのなんとなく僕は言っちゃいそうですけど、なんとなくありますけど、いや、フォーティーマーキュリーね、かっこいい、そういうことですよね、多分そういうことですよね、間違いなくかっこいいわね。もう、ノーマルでも人気車種ではない。ノーマルはね、マーキュリーじゃない。あー、そうですか。まあちょっとノーマルの感じが、ノーマル、あれ、まあ、ああいうイメージで、やっぱ屋根高いもんで、はい、その軽カスタムにはまるっていうんですかね。そうだね、そういうことですかね。あれ、終わりでいいですか。それも終わりでいいですか。はい、じゃあね、今日はね、はい、フォーティーマーキュリーの、すいません、もう一回窓枠の初めてやった人の名前もう一回お願いして、ニック・マトランガ、ニック・マトランガさんのね、スタイルで、フォーティーマーキュリーをね作っていくっていうことで、まあ、完成まで時間かかるそうですかね。非常に楽しみです。ありがとうございました。はい。